hs チェンバレン hs チェンバレン hs チェンバレンのハカヒューストンスチューアートチェンバレンはイギリス人の政治評論家脚本家後にドイツに帰化した人種主義者でリハルト・バーグナーイマヌエル・カントヨーハン・ボルフガング・ゲーテに関して通俗科学的な本を書き国家主義やハンゲールマン主義人種的反ユダヤ主義を支援した1899年の著書 19世紀の基礎は20世紀初頭のドイツにおいて人種的、イデオロギー的な反ユダヤ主義の聖典の一つになった。イングランドのサウスシーに生まれる。1歳の誕生日を迎える前に母、イライザ・ジェイン・ホールを失う。父、ウィリアム・チャールズ・チェンバレンは海軍少将で息子ヒューストンを軍人に育てようと考えていた。 そのためヒューストンは11歳の時陸海軍の予備校として知られるパブリックスクールに送られたが彼の関心は大英帝国の軍人としてインドやその他の地域に赴任することよりも音楽や文学、天文学を学ぶことにあった。病弱であることを口実にして彼は軍人へのキャリアをあっさり断念した。チェンバレンはプロイセン人の家庭教師から ドイツ語とドイツ史を教わっていたが、14歳になると間もなく、この家庭教師を引き連れて、病気の療養でヨーロッパ各地の温泉地を巡り歩いた。その後ドイツに移り、バイロイドサークルの重要なメンバーとなった。バイロイドサークルとは、リヒャルト・バーグナーの思想に影響された、ドイツの国家主義的知識人の集まりである。後にチェンバレンは、バーグナーの娘エイファと結婚し、 バーグナー一族の一員に迎えられた。1899年、チェンバレンは主張19世紀の基礎を執筆した。この本の中で西洋文明は中東人によって多大な影響を受けていると主張し論争を呼んだ。チェンバレンはヨーロッパの全民族をアーリア人種と呼んだ。すなわち原因ドヨーロッパ文化の担い手である。そして彼によると、 アーリア人種の指導者は、中東人とノルド人であった。チェンバレンの目的は、ドイツ人種の復権を図ることにあった。そのために彼は、中東人のみならず、北欧紀元の全部族を、ドイツ人種に分類した。彼によれば、ケルトもゲルマンもスラブもドイツ人の血統であった。チェンバレンによれば、ドイツ人は、ビザンティン帝国やローマ帝国の後継者であった。 ユダヤ人をはじめとする非ヨーロッパ民族に支配されていたローマ帝国を崩壊に追い込んだのがドイツの諸部族であり、従ってドイツ人構想が西洋文明をユダヤ人の手から救ったのだと彼は説いた。これらの思想にはアーリア人種の優越性を解き、セムゴ系統のユダヤ人を非白人とみなして貶めたゴビノーの影響を見て取れるが、チェンバレンにとって アーリア人とは単に民族や言語によって定義された概念ではなく人種的エリートを示す抽象理念でもあった。アーリア人は進化における適者生存のプロセスの中で劣ったものを押しのけ文明の創造を担う優越人種であると彼は述べた。チェンバレンはまたイエス・キリストは宗教的にユダヤ教徒だったことはあるかもしれないが人種的にはユダヤ人ではないと主張した。 ナチ時代には、親ナチ的な神学者たちが、チェンバレンの主張を発展させ、イエスは、アーリア人だったという説を宣伝したこともある。チェンバレンはまた、ハンス・ヘルビガーによる宇宙合理説を早い時期から支持していた。チェンバレンの著作は、生前から前往で広範な読者を集めたが、特に、ドイツで人気が高かった。ビルヘルム2世の宮廷に招かれ宿泊したこともある。 死後にはヒトラーによるナチズムなどドイツの国家主義書運動に多大な影響力を及ぼした。チェンバレンはドイツ語に堪能で著作をドイツ語で執筆した。第一次世界大戦中には祖国イギリスへの抽象的な宣伝文章クリングソフェ説を刊行し、1916年にはドイツへの帰化を果たした。チェンバレンの読者だったヒトラーは彼を第三帝国の予言者と称えている。 ありがとうございます。